松阪産松阪木綿を作ろうと、現在市内で綿花栽培が行われています。このほど収穫した綿から糸が完成し、竹上市長にその報告がありました。この日、市役所を訪れたのは、岡和地区まちづくり協議会、亀さんの家、二垣綿農園づくり実行委員会、松阪木綿協議会の人たちで、市内で育てた綿から作った糸を披露しました。国内の木綿糸は、その原料となる綿を輸入に頼っていることから、松阪産の松阪木綿を作ろうと、数年前から綿花栽培などが進められ、同時に遊休農地の活用も行われています。亀さんの家の亀井静子さんは、6年前に5粒の種から始めたものがこれだけの量になり、できた糸を見たときは感激しましたと話しました。竹上市長は耕作放棄地に対する手立てと特産品のコラボができればと始めたが、さらに綿花栽培が広まってほしいと期待を寄せました。今回出来上がった糸82キロは、手織りと機械織りで反物に仕上げられ、今年秋には松阪産松阪木綿の第1弾が完成するということです。